キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日は、はい、ヤクルトスワローズというところでね、はい、まあ、どういう選手を取るのかっていうね、うん、単独指名で、はい、投手は吉村浩二の、うん、なんて言ってたか言っちゃって、なんて言ってたか、あ、ヨーヨーヨーって言ってましたね。聞こえてきてたんだもん、神宮行ったらヨーヨーヨーって、はあ、ヨーヨーヨーって聞こえてきた、ほら吉村、ほら本当ですね、聞こえてたんだよ俺。でも好評になりましたもんね。それで、そう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 、うん、でしょうねと思ってよ、はい、でヤクルトのちょっと何て言ってたか言ってやってくださいよ。先発の投手と、うん、あと外野が欲しいと、うんうん、でまあ佐藤さんは吉村選手言ってましたね、うんうん、そのぐらいかな、うん、先発か外野が必要って言ってました。先発と外野が必要って言ってました、はい、うん、見て1位吉村浩二郎投手、はい、2位西村塁と外野手、3位沢井廉外野手。お、見てたよヤクルトの編成も。見てたな、うん、確実に見てた。あ、ここまで、うん、え、すごい。俺今年、今年さ、うん、俺もそうだし先生も墓場さんも、はい、里崎チャンネルすごくね、結構いい感じだっていいね。うん、やっぱ、うん、だてに3年やってきてないね。そうですね、もう見えてるからね、うん、だから全員つぼ押さえてるね、はい、だから基本的には役割分担しっかりできたね、はい、だから俺がもう各チームの補強ポイントと能力値を全試合見てることによって明確にピンポイントで把握してそれを伝えて、袴田さんは地元、ね、静岡、東北も含めてその多くの人が誰しもが知ってる人じゃなくて自分たちが応援したい地域枠を推薦していって、はい、そう、こういう選手いますよ、いいですよっていうのを推薦していって、うん、先生がそれ以上の多くの全国の幅の中でのいい選手とまだマイナーだけども絶対力ある選手をカバーしながらやっていくっていう完璧なチームワークだね、はい、そうですね、うん、うん、それが見事にここまで当てはまって、はい、ほぼほぼ当たってるからね。そうですね、うん、私たち挙げた選手結構みんなね示されましたからね。もう2位の西村君も僕言ってましたからね、うん、あ、言ってたかもしれない。大沢春2世って言われてる、うんうん、あ、言ってた言ってた、ボッテにもおすすめとか言ってた、うんうん、高校通算54本、はい、本当にいいですからね、うんうん、だって俺なんてどの球団でもこの構成で取った方がいいって言って、はい、だって広島なんて、うん、あの増田川の取った方がいいって両方取ってるからね。あ、そうですね、うん、でヤクルトもなピッチャー外野外野で、うん、ピッチャー外野外野で 1,2,3 当てるの難しいよ。はい、そうですね、うんうん、でしかも西武も、うん、1,2,3 野手でいいって言って外野外野キャッチャー、はい、ほらでも、うん、で4位が、坂本拓海投手、はい、あの尻打ち、うん、これも言ってたぜ、言ってましたね、うん、俺が、地内って言って、知り打ちですね、そっち読みみたいな、はい、すいません、関係者の皆さん、はい、で5位が北村健吾選手、中央大学、内野手、はい、じゃあ森下と、そうです、一緒だね、うんうん、で育成で橋本選手、中央学院大学、キャッチャーキャッチャーを取ってます、うん、でもね、ここで最大のご報告があります。ご報告、はい、え、ドラフト上位候補の、まあ、映像、うん、前者じゃないよ、その、うん、あのスカイ A さんが作ってくれた映像を見た中で、はい、里崎、鳥谷、はい、両方の意見が一致して、はい、え、一番いいピッチャーだね、吉村です。へー、そうなんだ、まあ、もちろんその映像によるからね、はい、他のピッチャーももっといい映像があったらそっちの方がいいって思うかもわかんないけども、うん、そのスカイ A さんに用意された映像を鳥谷と田中大樹さんと3人で、うん、そのイベントの前に見て、はい、鳥谷と佐々木が同じ意見でその映像を見た中で吉村は一番いいよね。どんなところがいいなってなったんですか。いや、もうスピード感とキレと球持ち、はい、でこの投げてからのこのボールの勢い、うん、球質、うん、速いんちゃう、力あるんちゃうって映像見た。だから何キロ出てるか知らないよ、はい、それも映像だけで、うん、一番良かった。へー、だから俺はもう現時点で来年の新人をヒットです、はい、うん、うわー、吉村怪我さえなければ。でしかもヤクルトは多分直前の練習試合で生でその球を見て、うん、ああもうこの人だって思ったんでしょうね、うん、しかも先発ね、うん、そんな頭数いるわけじゃないからね、はい、もう行くよ、ね、新人を来年の。そのだって鳥谷と俺が両方が見て両方が一番いいってなかなか難しくない。そんなもう10人ぐらい映像見てんだよ、うん、ピッチャーの、はい、他にもね、いろんなピッチャーの映像を見ながら、うん、その映像を見ただけで、はい、吉村一番いい。へー、もうめちゃくちゃ期待しちゃう。これもうキャンプオープン戦を切ってうまくローテーションはまっていったら、うん、俺はもう新人王候補、うん、現時点でヒットです、はい、これなかなかもう言い切れないよ、はい、
だって俺生で見たことないのに、うん、まあ、映像見た限りね、うん、めっちゃいいと思うの、うん、でこのね外野も西村選手の高卒っていうのがいいね、うん、2位で持ってきた、うん、まあ、はい、今まだね山崎幸太郎、うん、で塩見、はい、でサンタナいるから、うん、でその後ろにも丸山ね、はい、大卒で取った選手もいるし、うん、あのまあ、青木もね、はい、まあ、まだフル出全部は無理だけど、うん、まあ、まだ元気にね、うんうん、頑張ってるっていうところもあるし、はい、ヤクルトはそういったところでね今現時点ですぐすぐ外野もねいるわけじゃない、あと浜田もいるしね、はい、並木、うん、で渡辺っていうね、ところもいるし、そんなすぐすぐ必要なわけじゃないけど高卒として取ってるのはいいね、うん、ここが2位が大卒じゃないっていうところが素晴らしいね、はい、で3位に高卒で、あ、じゃあ大卒で沢井選手を持ってくるっていうところでは、うん、まあ、青木がずっとできるわけじゃないから、うん、抑えとしてはやっぱ2年続けてになるけども、まあ、ちょっと厚みを増したい、はい、でサンタナもね怪我してどうなるかも分かんないから、うん、ちょっと外野もコロナで人がいなかった時薄かったなっていうところではね、はい、この、沢井選手を取ったっていうところもまあまあ良かったしね、はい、で坂本選手ここ高卒だからね、これはまあ未来に向けて、はい、育てる感じですね、うん、で北村選手内野ね、うん、だからここら辺は、まあ、山田が若干怪我もねしたり、まあ、宮本がね頑張ってるけどね、うん、そういった意味では、まあ、若干層を厚くするためにっていうね、うん、補強で、だからこれがね、はい、2位が大卒、5位が高卒だったらうんって思うんだけど、うん、やっぱ2位に高卒持ってきて大学生を下に持ってきてるのはヤクルトのチームバランス的には俺はねいい順番だったと思う。へー、だから阪神の次に一番いいドラフトだったんちゃうかと思う。あ、でもそれでもやっぱ阪神が一番なんですね。阪神が一番、セリーグの中では阪神が一番良かったと思う、うん、はい、でも大化けすんのは広島、ね、広島ですね、うん、大化けすんのは広島、これは怖い、うん、去年も考えた中では良かったのは中日ね、はい、うん、でもちょっとこれはね、うん、吉村君はねいいような気がする。いや、なんかもう吉村くんの来年の活躍がもう今から楽しみになりましたよ、うん、俺の中では今もう筆頭よ、うんうん、ローテもまあ入るでしょうね、うん、好きな線、好きな有名人、はい、大谷翔平です。うわー、へー、来ました、そこは出てくるんだ、うん、でも橋本選手と北村選手が長野芽衣ちゃんで取り合いです。あー、取り合いだ人気ですね、長野芽衣ちゃん、うん、先生は何、ヤクルトは。いや、もう西村君、うん、頑張ってくれ、以上です。あれあれ、なんかそんだけですか。いや、もうね、昨日のソフトバンクに比べたら、うん、なんかなんなんこのあっさりした感じ。今でも強いのね、これ吉村君が今の話聞くと入っちゃったことで、ね、うん、最強やんと思っちゃった、うん、ピッチャーね、はい、厚めにするっていうところでは、もうやばいやんって、うん、だってロッテも吉村行くんちゃうかって言われてて、はい、行かなかったのよ。行かなかったですね、うん、ああそうですね、だから単独指名で取れたのは非常に大きいよね、うん、そうですね、で2位以降は難しいからね、うん、あの上バージョンで2位は最後でも3位はね、はい、頭だけどね、はい、でも西村くんやっぱりこうなんかプロフィール見ても楽しみですね、うん、179センチ78キロ右投げ左打ち、高校通算54本塁打を誇る長打力が魅力のスラッガー、3年夏の京都大会では準決勝で敗退するものの打率6割1分1厘、うん、4ホーマー10打点の活躍、うん、すごいですよ、うん、でも俺今ふと気づいたんだけど、はい、ヤクルトって2位は上バージョン一番最後じゃん、はい、でも3位は一番最初なんだよね、はい、っていうことは2位と3位ってどっちが2位3位でもいいんだよ。あ、ほんそうだ、あ、そうですね、うん、なのにこの順番ってどうやって決めるんだろうね。そうですね2人いっぺんに選べますもんね、うん、え、なんだ、なんなんだろうね、うん、だから逆に言うと日本ハムとかは3位4位は一緒なわけでしょ、うん、はい、この加藤選手と安西選手は、うん、どっちでも良かったわけだよね。どっちもいいわけですね、うん、だからまあ加藤選手については誠意じゃないですか。そうそうそう、俺は誠意だと思う。そうですよね。で今度またあのヤクルトは4位5位はどっちでもいいんだよね、はい、この順位付け気になるよね、どっちでもいいのに、うん、両方連続絶対取れるのよ、はい、わなんで高卒が2位で大卒が3位にしたんだろう。そうです、評価なんじゃないですか、その1年間スカウト陣いい評価の方を上にしてるっていう、その中で外野外を取りたかったヤクルトはさすがに見てるかなってことですよね。まあそうだ ね、 ううね、だから見てるとしか言いようがないよ ね、 いよね、うん、こんなんね、はい、なかなかピッチャー外野外野で 1,2,3 行った方がいいってね、言い切る方も難しいけど、はい、それ通り取る方もすごいよ、うん、そうですね、うん、見てるとしか言いようがない。沢井君もすごいらしいですよ。そうなの、はい、かなりアマチュア界で評価高いらしいです。へ、特集とかね結構組まれてるぐらいね、はい、スラッガー系としては、はい、スラッガー系なの、うん、らしいです。
78キロ、体重軽いけどね。あ、じゃあこう西村君だった。98キロ、あ、はい、でかいね。でかいんですよ、スケールがでかい、うん、スラッガー系のがいないもんね、ヤクルトって、ね、丸山選手もスピーディー系だし、はい、山崎選手もスピーディー系だし、ほっそり系が多いか、まあ、あの右はね、浜田選手がまあ一発狙いっていうところあるけど、うん、いないからね、はい、特徴いいね。あ、じゃあいないタイプの外野ってことか。なりいいね、うん、だから逆に言うと西村選手の方がちょっとまだ、まあ、高校生っていうのもあるけど、78キロスピーディー系だね、はい、だこうパワーとパワー&スピード、はい、いいね。でも西村選手も高校通算一応54本塁で打ってますからね、うん、そうそうそう、本当すごいですよ。この体からどんだけ飛ぶんっていうぐらい飛ぶんですよ、うん、もっと体鍛えたらさらにすごくなるかもしれないですね。そうだね、うん、この王さんみたいな力するんで、そうか、王さん2世のパンで投げる打つよりもここらーって合わせてくる、ちょっとそう言われるとなんかヤクルトもめちゃめちゃ楽しみになってきますね。そうだね、ちょっと見てみたいね、うん、でももう CD を、はい、俺の今ヒットだからヨー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 、もうあのあれすればいいんじゃない、ピッチャーで登場曲の時にヨーヨーヨーみたいなあるじゃん、なんかあるやろヒップホップ系のなんかでヨー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 みたいな西村選手がこれ見てるか分かんないですからね、うん、まあ、見てなかったら誰か知ってる人伝えてあげてください。 SNS とかに言ってたよって送ってあげてください、はい。